ご視聴ありがとうございます。今回は、片曽根山の中腹から山麓にかけてのゾーン空撮をするために山頂に行きました。天気のいい日はよく妻と二人で山頂に上がり、素晴らしい眺望を楽しみながら弁当を食べたものです。今日はしばらくぶりの快晴に恵まれ、微風の中、空撮することができました。片曽根山はいつ見てももったいない山だなぁと思っています。ここに自然公園があり、四季折々の姿が見れたらどんなに素晴らしいか、そして、どれほどみんなに親しまれる山になるかといつも思っています。片曽根山をみんなで咲かせる山にしたいものです。